どうも、アイチです。今回は久々のプチ相談になるんですが、自分の動画を使ってくださっているユーザーの方にですね、暗記方法に関する相談をいただきました。で、例えば YouTube とか、ネットのサイトでも構わないんですけど、暗記方法とか調べるとめっちゃ出てくるんですよ。で、YouTube は特に顕著なんですけど、結構高学歴な方がやっぱり喋ってらっしゃる、アドバイスをしてらっしゃる方がやっぱ多くって、ものによってはちょっと難しいのもあるんですよね。あ、それはちょっとこう、元々のポテンシャルも関わるよね、みたいなところもあったりして、で、その相談くれた子っていうのはあまり勉強が得意じゃないんですね。で、得意じゃないんだけど、暗記を頑張っていきたい。でも暗記ができない。うまく取り入れられない。もっと簡単なのないですか?みたいな相談をいただきました。で、自分が実際やってた方法なんですけど、自分も暗記力が非常にないと思ってます。昔も今も自覚があるんですが、で、どうやるかっていうと、人より暗記力がないんだったら回数やるしかないんですよ。1回で覚える力がないんだったらもう回数でカバーするしかないわけですよね。で、どうやるかっていうと、例えばじゃあ1日の勉強回数、例えば、休日だったら朝、昼、3時ぐらい、夕方、夜みたいな、勉強時間を何個にも分けて、その都度暗記をやっていくっていうのはもちろん OK なんですよね。それでもいいんですけど、でも、例えば、平日の時、学校ある時とかだと、家帰ってから勉強を分割する時間ってなかなか取れないんですよね。帰宅後と夜とか2回しか取れないじゃないですか。でも、その2回だけだと定着できないんでどうするかっていうと、帰宅後に暗記やるじゃないですか、まず。暗記やった時に、じゃあ英単語30個覚えようと。で、英単語30個覚えようとした時に、何個かは、知ってる単語もあるかもしれないですよね。で、そしたら30個中じゃあ 10個ね、たまたま今日ラッキーで知ってたと。だから20個今日覚えなきゃいけないんですよ、新規で。で、そうなった時に、20個の中でも、割と簡単に覚えれる単語もあれば、やべ、こいつ何回やっても覚えらんねえんだけど、みたいな。っていう苦戦する単語も出てきますよね。英単語だったらちょっと長めになると難しくなってくると、そういうのもあると思うんですが。で、そのやった時に、こいつ今日苦戦するなっていうのは、なんか目星つけますよね。で、それを、頭にインプットしておいて、あいつだと。インプットしておいて、で、なかなかね、10個とか難しいんで、5個ぐらいになっちゃいますけど、マックスでも。それを、じゃあ、勉強終わった後に、ご飯なのか、風呂なのか、ちょっとテレビを見てる時間が、携帯見てる時間がわからないですけど、ふとした時に何度も思い出すようにするんです。もう生活の中に入れちゃうの。自分、それがね、メリハリがつかないっていうそのデメリットも出てくるんだけど、例えばご飯食べながら、あれ今日英単語なんだっけみたいな。ふと思い出すんですよ。で、こう、出てこないんですよね。出てこなかったら、もちろん、家庭によってはさ、その食事中に出歩くとか NG だと思うんで、それはちょっと、家庭のルールにね、乗っ取ってほしいですけど、でも、ちょっと見てくる単語帳みたいな。で、もうすぐ行って、あれだよって。で、もう一回入れ直して、で、戻るじゃないですか。で、例えばテレビ見てる時も CM 入ったら、もう自分のルールは CM 入ったら絶対思い出すって決めてたから、CM に入ったら、なんだっけ、あのページのあそこにあいつがなんとかでなんとかって意味だったよねとかね思い出すっていう。で、そうやって、勉強以外の時間の時も何回も思い出すっていうのをしつこくやってました。で、個人的な結果としてはそれで結構伸びたと思ってます。暗記はそれでやってる。今でもやってるからそれでね。で、自分の生徒にやらせた時ももちろんその個々によってね、伸び率はちょっと多少差は出てくるんですけど、割と生活の中で何度も思い出すようにするっていうのは誰でもできることなんで、もしよかったら試しにやってみてください。